デメリットはあるっちゃあるけどね。オラフキュン、オラフくんとアインポスト、あーやったな、意外にやってんだな。1、2、今の2秒数の早かった。あー閉めらんなかった、閉めときたいんだけどね。はい、ナイス、はい、ナイス、なんで めちゃめちゃ今めっちゃ今のため誰ですか、あ、無権者じゃない、無権者じゃない、そうか、仕事したみたいな今日なんか思ったわ、なんか俺じゃない完全に無権者やったな今の昔 UI 気持ち悪くなったな。よし、今回は喋、りながらインポスターをやる練習する。まあ、フェイクタスクをねしつつ、シュッシュッシュと、まあさすがにこれで終わるでしょう。で、ゴミ捨てのタスクをシュポーンとして、おお、キルできなかったな。キルしてよかったな。ナイスー、よかった、誰も死んでない。おい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 、ナイス。なんだ今今、ゲンさんとアシュさん、昇降機右の弁当2人で出てきて、停電直しませんでした。何言ってますか、めちゃくちゃ言わんといてくださいよ。めちゃなこと言わんといてくださいよ。めちゃなこと言わやばすぎる。めっちゃ高級な。なんでベンタで出てきて直すの？なるから降りるんじゃない？おかしいでしょ。僕たちが。ゲンさんもなんか言ってやってくださいよもう。じゃあ次の試合行きましょう。あれ積んでる。あれ積んでるら。そんな簡単に。なれるよゲンさん。すいませんでした。やっぱ喋れないんだよな。結構な量湧いたね。メインホールで結構な量湧いたので、気をつけなくてはいけない。梅健さんがアーカイブの上から来て、プテさんがシャワーやるだけやって浮いた。アーカイブ扉閉めちゃおう。慎太郎、いない。どうよ、はい、誰も死んでねえだろ。おお、白い、これは白い、終わった、終わった、終わった、タスクもこれは白いわ、やったぜ、え、すげえ。この試合一回も扉開けてないんですけど、扉閉まってます？閉まってた、閉まった、閉まってると思うんですよ。閉めてあります、いや、閉めてない、閉めてはいる、閉めてない、閉めてる、何言ってんだ、閉めてない、だもう梅健くん無理せんとって頼むから普通にしてくれ心配されだした、真剣に真剣に頑張らなあかんね、ボケてるから。いや、きつー、これちょっと待って、マジできついな。ボタンが神かよ。ボタンがすげえわ。ハイブルさん、ずっとその金庫の助けやっててくれないかな。よし、死んだか、あら、うわ、これマジか、え、これ多分直前だ、高田さん、僕シャワーで3秒前に見てる。あー、俺これやらかした。あ、現です、心電図を見ていて、うん、停電が始まったか始まらないかぐらいではもうハイブリさんだけデッドでした。なるほど。
と高田さんのデートのタイミングが分かりませんが、高田さんその後なんで、いや多分直近情報は合ってると思います。3秒以内に死んでるはず、直近っていう情報は合ってる、高田さんがね。あと、そのマシャカレさんの情報は多分正しくって、僕5秒前ぐらいにアーカイブにいて、その時高田さんがシャワーに下っていくの見てるんで、うん、あ、高田さんとアーカイブで湧いてます僕。おい、誰が怪しくなります？僕は怪しいんじゃない？まあ僕も怪しいんじゃない？いやいや、まあそうだ、足も大きいっすね、視点とか。じゃシャワーで、あ、ごめんね。あ、ね、慎太郎さんはできない、お、多分、メインシャワーって僕行った時に多分慎太郎さん上の方に先行ってるから、はいはいはい、その情報も照らし合わせたら慎太郎さん結構きついと思うし、慎太郎さんがもし犯人だったらそれ言わないと思うから、結構慎太郎さん白い、高田さんの容疑は。うーん、限りなくできない、武器以降で、誰だったっけ、メキンさんと多分、武器のタスクをしまった後にキッチン展望デッキって停電直しに行ったんですけど、メキンさんはどういうルート行きました？いやこれがですね、はいコックピットアドミン見てコミュエンジンに行ったんですけど、最後今エンジンなんですけど、はい、まあ、アドミン見たらあの綺麗に散らばってて覚えるの無理と思って諦めて閉じてエンジンルームに行ったところでした。あのちなみに足湯はあの金庫室からエンジンルーム購入武器庫で最終武器庫なんですけども、梅健さんとはすれ違わんかったんで、まあ性違う可能性もあるけど、ちょっと若干怪しいかなと思う。じゃあうろ覚えで行くと、ミーティング1、アーカイブ1、セキュリティ1、エレクトリカル1、貨物シャワーラインラインに1らへんぐらい、うん、え、あれなんかメヤさんってなんかさっき言ってませんでしたっけ？え、何が？え、俺もシャワーみたいな。いや違う違う、シャワーに行ったんだね。アーカイブで高田さんと会えて、僕はラウンジ貨物でタスクやって停電になったので、貨物のあれを直したって感じです。貨物で停電、ね、5、6秒前アドミン見たときに、3人が一緒のとこに固まってるとかはなかった。ごめんち。わかりますよ。でも分かんないですよね。固まってると。あぶねえ。アドミンあったら俺大パンしてたわもう。さて、これ切った方がいいの誰だろうね。どういうこと？ちょっと今のどういうこと？皆さん見ました？いや見た見た見た。お、なんだなんだなんだ。うん？いやなんか梅健さんがずーっとこの前やめる。コミサブ開いて、5秒チャレンジして無理だったんで諦めて後ろに下がった。いやなんか直してるなーと思って、じゃあ頼むわ梅健さんと思って、おらって諦めてるね。腕組んで見てたらなんか戻ってきて直ってね。なんだこれ。あ、いやいや、ハイブリさんと高田さんだったらどっちの方が洗えそうっすかね。多分高田さんじゃない？高田さんか、多分容疑者ってシャワーに直前にいた僕か、多分高田さんのルート的にメインの方に行ってると思うからそっち側かな。うん、なんか切れそうなの。はいはいはい。金太郎くんはアーカイブで、メヤさんはラウンジ側に行ってるって言ってたけど、そこ忘れちゃってたんですか？いや僕あれ金太郎くんとは会ってない。てか停電になるまで、停電が直したの僕なんだけど、誰とも会ってないですよ貨物。多分メヤくんのは先行してる。俺はメインで沸いてシャワーでタオル入れてからアーカイブ行ってるんで。僕アーカイブ脇、アーカイブ脇ラウンジの配線タスクやり、うん、貨物でタスクやりって感じですね。でもメヤくんって貨物で停電直してるんですよね。直しました。まあ、だから素直に考えれば、まあ、マシャカリさんか、浮いてるゲンさんか、まあ、梅健さんと足湯さんのすれ違いがあるからワンチャンそこくらいじゃない？切れそうなのって。うん、あとは誰聞いた？あれオラフ君で聞いたっけ？僕は最終展望です。梅健さんとぶっこで明かれた後にキッチン展望できます。変です。足湯さんって、はい、このミキルが発生したターンって最後どの辺おられました？最後は武器庫のからキッチン入るぐらいですね。あ、はい、プテさんってどこだっけ？プテミーティングでボタン。足湯さんが、はい、あ、じゃないわ。金庫ですよね。そう、足湯さんが僕が弁当を使ってないことは言ってくれると思う。うん、
はい、オッケーオッケー。時間的にもはしご乗るのもそのまま向かったって感じだったんで、みんな結構早めに上がってたんで、浮いてるの誰だっけ。じゃあ梅健さんと、あ、ちょっと待って、源さんってあれですよね、はい、診察室から来ましたよね。はい、停電中に俺扉開ける寸前、源さんの名前扉越しに見えたんで、源さん診察室にいるのは本当だと思うわ。あ、じゃあ無理だ。え、オラフ君は誰かに見られてんのそれ。展望までは。展望までは見られてないですね。梅健さんとぶっこだかれて、はい、じゃあオラフ君もいてんじゃん。ボタンがね、早いね、今回ね。勝ちに来てる感すごいな。勝ちに来てる感がすごい時よりも、ある程度ね、あれの時に気が抜けてる時にあれですよね。あれは梅健さんがタスクをしてたから見えてないと思うんだよね、源さんのこと。はい、あら、え、ハゲナス、はい、あー、源さん死ぬんだ、ハゲ死ぬんだ。これ真ん中のボタンですよね。そう、下位置はおそらくエレキあたりかなと思います。え、あ、エレキだったら梅健さんが怪しいかもしれない。僕だってセキュリティのビデオテープやって、エレキメインホールシャワーアーカイブで今来ましたよ。うん、てかセキュリティで梅健さんがやってるセキュリティのテープやってるところに僕も一緒にテープタスクやりに行った。え、梅健さん終わった後僕 いませんでした。え、いた、おい、え、テープタスクですよね。噛み合ってないな。いや、これは噛み合ってないっていうよりは多分僕がね、そんな意識してみてなかった。僕キッチン分けでセキュリティのアップロードしに行って、アップロードが終わってセキュリティ あのテープのタスクやろうと思ったら、梅健さんが先にそこにいたので、僕もやったって感じです。あ、でも間違いなく梅屋さんが僕の場所を先に言ったんで、まあいたのはいたと思います。うんうん。オラフ君は最終地どこですか？僕、キッチンです。あ、まあ、下側通ってますよね。下側通りましたよ。はい、そうそうそう。金庫のタスク、貨物で湧いて、金庫タスク終わった後に、うんうん、コックピット行くために診察エレキセキュリティキッチンで行きました。あれ、うんうん、さん、なんでゲンさんがエレキらへんって思いました？オッケー、俺、ね、最初にゲン、エレキに行った時に、診察室の方向、うん、貨物側から診察室の方向に来るゲンさんとすれ違ったんですね。で、停電を僕が直し、貨物で給油タスクをして慎太郎と一緒にアーカイブの方面に向かってこのボタンなんですよ。だから、うんうん、エレキでタスクをやったか、まあ石油のアップロードとかしてんじゃないかなと思って言った。あ、銀さん貨物空きだ。あ、ちょっと待って、じゃあさ、メアさんもセキュリティいたんでしょ、うん、はい、まあ、じゃあ梅系さんとメアさんどっちかじゃない。そうだね、なんかそんな気がしてきた。オラフ君は通ってますよ。そう、僕も一応エレキは通ってるんですよね。あ、そうなんだ。エレキ通ってから来てるってこと。上にプテと慎太郎がいて、下にオラフ君がいて、キッチンまで行ってるってことは、うん、あと梅健さんのルートって最後エレキに入ってるわけですよね。最後は、アーカイブで慎太郎さんとプテさんとすれ違ってます。下位置ってどこにあるんですか？そもそもだったら源さんと梅健さんがすれ違ってないとおかしいから、梅健さんから源さんの証言が出ない時点でおかしくない？いや、源さんいなかったですよ。いや、そうだ、僕も見てないけど。そうそうそう、僕が黒になるんだったら、梅健さんは源さんがセキュリティに行ったっていう情報を出てから僕が黒になるよね。だって源さんはアーカイブの方から行ってるんだからさ、っていう話なんだよね。やべ、救急車来ちゃった。まあ、はい、まあ、これも僕容疑者に入るんでも押したんですけど、うんうん、まとめると僕とエミヤさんと梅健さんの誰かに一郎はいるっていうことでいいんですか？これは間違いないかなと思いますよ。で、ゲンさんを梅健さんは見てないって言うんですけど、まあ、エレキの右上とかやったらまあ見やんこともあるんかなって。梅健さんが来るの場合、梅健さんって初日の、ダブキルに関してって浮き位置でしたっけ？コックピットで浮き位置？浮き位置です。オラフ君も浮き位置。あ、そうだね。オラフ君浮き位置。僕も浮き位置ですけど、
まあ、まあまあこれは言ってもあれか、僕目線はめっちゃ梅健さんが怪しく見えてしまって、あ、はい、僕もね梅健さん釣りたいと思ってますね。それどのよう浮いてる、ただ浮いてるからですか。まあいろいろ初手のダブルキルと今回のキルの容疑者であり、まあ、コミソバ直すのも遅かったし、うん、まあそれいろいろ込みてないけど、それプレイヤースキルだから申し訳ないけど、うん、じゃあ、すれ違ってないですよね。ただ7人だから正直ついたくないけどな。いや僕はなんかサボ意識すれば7人でも釣ってもう1人ぐらい釣れると思うから間違ってる場合でもね。梅金さんを釣って僕釣ってもらってもいいですよ。それで僕も一応浮き位置だったんで展望の、うん、梅金さんってダブルキルはもう絶対あの関与できるの、それよくわかんないけど浮いてるから。あ浮いてんだ、そう浮いてるから梅金さんは可能な位置ですよ。あと初手キルって誰があれでしたっけ、うん、僕も浮き位置だったんですけど、あと梅金さんと足湯さん、あとマシャカリさんも入ってなかったっけ、普通に。ちなみに判明してないよね。ちなみにハイブリさんの位置は分かってない。まあクルーなんですけど、これたまたま両方の容疑者に入ってしまったクルーってどうしたらいいですか。まああれじゃないですか。この番目だったらあの7人だから一旦やめて。やめましょう。慎太郎さん釣りたいよね。でもメケさんは。いや僕は3切れが怖いんで。僕ねメイヤさんよりオラフ君の方が太鼓上げたいかなって思う。まあそうですよね、梅健さん目線は、うん、そうなんだ。じゃあ今日梅健さん釣るかスキップの隠れ釣るんだったら早く決めよう、決めよう。いや、ちょっと待って、釣る場合だったらもうあのサボ意識しなきゃいけないから、だから決めようよ、配置を早く。僕ボタン行く、ボタン押す。で、僕右行きます。じゃあ僕もスキップ入れました。じゃあ俺左、うん、あみんなスキップ入れてるわ、うん、あれあんまり梅健さんがやってるとまだわかんない。うん、逆にサボが白く見えた俺は。あら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 、釣れなかったね。で、慎太郎くんがボタンがあるということが分かったので、慎太郎くんのキルをしたいんだけど、いないね。下かな。ナイスだオラフ君か。素晴らしい、これはうまい、これはうまいわ。ったな。でも展開でさ、最初に下上がった俺とハイブリさんがさ、はい、お互いと誰に殺されたか予測しようって言ったら両方とも梅剣って言ったよ。梅剣クルーなのって言ったよ。